愛があるのは誰だ。第1回同期愛クイズ。おまあ、寂しいなこれ、みんなこの気持ちなんだ、ね、はい、1年生の最初から試合でレギュラーメンバーに入っていた、現在シルク・ドゥ・ソレイユで活躍している伊藤航くんは、はい、1年生の誕生日、とても辛い思いをしました。その理由はなぜでしょう。これめっちゃわかる。めっちゃわかる。ヒント大丈夫ですか。一回ヒント欲しいな。ヒントは、まあ、その誕生日を気づく間もなく日をまたいでしまっていたっていう感じです、ね。だけど、ちょっと漢字わかんねえな。わかるとね、トモはね、もう高校からの同期だから外したくない問題じゃ問題だよね。外したら、LINE できなかった。はい。じゃあ、それでは、じゃあ、慎太郎くんの回答から、はい、せーの。そう、いっぱい出て書いてるけど、練習で祝えなかった。練習で祝えなかった。はい。はい。僕らの、まあ、似てるけどね。練習でハマって練習中に誕生日を迎えた深夜。あー、なるほど。あ、二人とも惜しいんだけど、慎太郎の方が正解。わしゃー、練習で祝えなかった。トモはちょっと多くつけすぎた。構成作りで日をまたいでしまったため、お祝いを見ながらされなかったっていうのが、まあ、渡るの誕生日だったんだけど。迎えたもあったけどさ、その次の日の練習もさ、当日の練習もさ、長引いてさ、何もできなかったっけ。何もできなかった。そう。まあ、でも、この問題に関しては、伊藤渡るくんから直接、いただいてる問題なので、はいはい、練習の方が、まあ、無駄なものはつかなかったのが、練習で。はい。ということで、二人正解。いや、ダメです。残念。じゃあ次行きます。島田工業から来たポテンシャル高尾の村松ヒヒーンヒゲダルマケイスケくんは入寮の日、先輩たちからある勘違いをされました。さあ、それはどんな勘違いをされたでしょう。これも結構ね、有名な話ですね。これね、集まったら絶対この話絶対話するよね。じゃあそれでは一斉に回答お願いします。せーの、はい、誰かの親と間違えられて挨拶される。誰かの親と間違えられた。正解。二人とも正解です。これは先生の親だと勘違いされるっていう。誰だっけ、見事な親だよね。今面白いのが、昔はさ、19とかでも40代の人してたじゃん。今やっぱ追いついてって。50、60になった時に若く見られるっていう現象が今起きてるんだって。今ではしっかり者の島田工業出身の伊佐野美琴くん、美琴くんです。かわいい。何ごめん、美琴。美琴くん。伊佐野美琴くんですが、1年生の頃はある理由でよく怒られていました。その理由は何でしょう。ああ、美琴って結構真面目だから、そうね、サボるとかっていうタイプじゃないですか。結構なんかそういう現象が起きちゃう。現象だね。答えだね。これ生理現象なのね。いいですか、はい、せーの。寝坊。これはね。これはね。当てないとね。はい。いいですね。現状言っとく？現状、じゃあ今、現状僕、6問正解。これは4問。4問正解。おー。はい、じゃあ次の問題いきます。はい。こちら、同期ではなく、ワンピースからの問題になります。服従のカイドウの一番弟子、斎藤優馬くんは誰と同じ部屋だったでしょう。でもすごい絶妙に難しい。絶妙にむずい。これヒント言ったらもう答えみたいな感じだもん。まあちなみに、じゃあ慎太郎はジンさんと同じ部屋でしょ。ああ、そうそうそう。俺は塩田さんと同じ部屋、うん、で、マーフィーが永井さんと同じ部屋。ここまで言ったらもう答えじゃない。で、星野先輩が、あ、答え言っちゃった。そうですね。そう、視聴者さんが星野先輩じゃない。そう、俺も本校じゃない。ユーマ問題潰される。ユーマくん、ごめんなさい。ワンピースの問題終わっちゃった。今の2ポイントはそれ待ってない。いや、そう、変わってない、うん。じゃあ、あとの2ポイントは、うん、正解したら2ポイント。あー、なるほど。いいね。怖いな。あと2問しかありません。はい、やばい。はい、行きます。はい。面白いで有名な鹿児島実業高校から来た内村史郎くんは常に自分のつまらなさに落ち込んで病んでいましたが、はい、唯一心が癒される瞬間がありました。それは何をしている瞬間だったでしょう。いらねえよ。1、おい、サウナに入っている時間。2、スターバックスの新作を飲んでいる時間、はい、3、自分で自炊をしてご飯を食べている時間。
なんかどれも白っぽいな。俺これかな。マジ？イメージ、イメージ。じゃあそれでは回答、せーの。2番。2番のスターバックス、3番の自炊。自炊。正解は、2番スタバです。うわー、自炊は彼、ほとんどしてない。だっけ彼のエピソード、青森行って、で、スタバ、青森行きにあるじゃん。あれを、俺と誰かと買い行った時に、初めてのスタバで注文の時に、一番大きいやつ。そうだそうだ。え、いや、並んだね。いや、並んだ。はい、最後の問題は、はい、僕たちの大好きな、はい、あの男からの問題になります。誰のことでできるんだって。ホームベースくんです。あはははは。完全ホームベースくん。あはははい、ジョンスケこと工藤涼介くんは、1年生の時、長縄であるポジションを任されていましたが、全然できず、ぶち切れられました。ジョンスケくんの長縄は何ができなくて怒られたでしょう。1、ダブルダッチ。2、ペンギン飛び。3、バッタンバッタン。俺ね、ユータは覚えてるの。ユータも、俺も覚えてたのはユータだった。全部できなさそうだな。いや、なんとなくね、思い出した気がする。来たー、これは俺が、お肉かそれでは、一斉に回答お願いします。せーの。2! 3番うわぁ割れたペンギン飛びペンギン飛び、バッタンバッタン。正解は、トモダイやったーやったーマジかー。いや、ペンギン飛びは龍馬よ。龍馬だ、そうだ。ペンギン飛びは龍馬、ダブルダッチで声のやつがヒロキ、ヤマト、シロ、うん、でバタバタやってたのが、まあ、ジョーンズで今映像もめっちゃ出てるもん、ね、はい、よっしゃーかー肉食べたかったまあでもね、まあ、正直な話をすると、まあ、同じだよね。ポイント制にしたらトモが今勝ってるけど、正解できた回数、まあね、あれとしてはまあ同じっていう、あ、まあ、これはトモの慈悲があればもしかしたらもうラスト1問、ああサドンデス、サドンデス、けど問題ないもんね。問題は今すぐ作ろうと思えば作れますよ。お、じゃあ次あ取ったやつがポイント数と俺の正解数で僕の勝ちでこいつ慈悲がないもん。いや、はい、もうやりません頼み方が違うでしょ。やば、確かに。あぐらかいじゃない、あぐらかいじゃない、頼まれてます。もう一問だけ、やらせてください。いや、どうしようかな。まあ。いいよ、やろう。ナイスリーダー。いや、まじ、これ取ったやつでしょ。いいでしょう。まあね、ここはまあ僕らのキャプテン、最後伊藤渉くんの問題で、はい、これね、結構むずいよ。むずい。だからあれでしょ、これどっちも正解じゃなかったら肉なし。いや、アメリカの渡りに届く。あ、なるほどね。着払いでね。着払いで。はい、いいですか。はい、はい、同期の伊藤渉くんは1年生の時、構成作りがあるとあることに耐えきれず隠れてあることをしている。それは何でしょう。多分俺もそんなことしてるなんて知らなかったから、あんまり話してはないと思う。俺もこれしか知らない。いや、わかんない。これ、何かしてたから、その理由はこれしかないなって感じかな。おぉ。いい感じで、それでは、一斉に回答を。はい、せーの。バン。じゃん。団体で怒られて泣いていた。お腹が減りすぎて、部屋にホットマヨを食いに行っていた。はい。とも正解。やだうえはい、そんなことしてたね。これこういうイメージあるマジで。でも構成作りの時ってお題に言ってたよね。そう、俺団体の時しか出てこなかった。テンパってたね、死んだらね。テンパってたね。いや、こうねすごい。はい、ということで今回はまあトモの勝利という。やったー。次あれだね、みんな集まって同窓会した時ね。確かに、うん、その時にね、また、うん、じゃあまあその時はキャプテンである渡るくんにね、問題作ってもらって、いいね、まあ、俺も入ってね、みんなで。2年生、3年生、4年生編にしようか。慎太郎いないね、俺。これだけ大喜利になる。みたいな。まあそんな感じでね、結構面白かったでしょ。めっちゃ面白かった。面白いよ、これ。うん、はい、じゃあまあ、面白いよ、これ。ね、エンディングの方に行きたいと思います。はい。はい、お疲れ様でしたー。俺は慎太郎が食うのかなと思ってたんだけど。ね、途中はちょっと調子良かったんだけどね。面白かったけど。最後に持っていく男だったら、そういう系なんかめっちゃ勝ってるじゃん。強いね、射的もね。で、そうですね、子供のために射的もね。確かにそうだ、強っ。そう考えたら確かに強いわ。結構やっぱ勝負強さがあるから、素晴らしい、素晴らしい。
これ見てほしいのはね、まあ、視聴者さん使います。視聴者さんの言ってないけどね。視聴者さんの歯ないかな。視聴者さんにももちろん見ていただきたいんだけど、これやっぱりね、同級生にね見てほしいね。まあ、全国各地に散らばってる同級生にね、おさってこういうお金をいただいてもらおう。マサルとか最後で泣いてたとか書いちゃったからさ、泣いてねえよ。そんな感じでね、僕たちの同級生も全国各地で頑張ってるので、僕たちもねここで頑張っていきたいなと思っております。はい、今日の動画良かったら高評価、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。大丈夫か。はい、ということでね、はい、また頑張っていきましょう。はい、それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。やったお肉。